ではこれは十分に土が伸びましたので、今からご飯茶碗の形に変えていきたいと思います。今度は内側の力を使って自分の好きな形に広げておしまいにします。中心に近いところがなかなか広がりませんので、真ん中は結構力を使って押して結構です。口元が変形しても怖がる必要はありません。少し粘土が広がりましたね。これを何回かに分けて繰り返して自分が好きな形に変形させていけばよろしいです。お茶碗の形がだいたいできましたら、次に皮をかけます。この皮はまず右手にぶら下げて持ってください。そして人差し指と親指の間を2センチぐらい開けてください。向こうから手前に山を作ります。この山がそのまま口元を押さえるところになります。下の方は左手でしっかり押さえてあげて、口元に軽くくるみ込むように、これで出来上がりです。皮をかけたらくびれを入れてスピードを落とすの忘れないでくださいね。10匹を構えます。一番細いところに合わせる。右手を離します。1回転と半分で横に抜いてください。持ち上げるときにはチョキを2つ作って、一番細いところに合わせてゆっくりと外して、あらかじめ用意しておいた板の上に移動してください。もしも自分の作った形が思ったよりも大きかったとか、口元が波を打ってしまったとか、そういうことがあったら、この針を使って口元だけカットすることができます。針の使い方は作品に食い込まないような角度に当てていただいて、外側に軽く指を添えます。切るときにはもったいない気持ちはわかるんですけど、最低5ミリぐらい切っていただいた方がうまくいきます。急ぐ必要は何もありません。ゆっくり合わせてもらえばだん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 切れてきます。はい、これでいらないところがカットできました。先ほどと同じようにしっかり皮をかけてあげれば切ったところもきれいになります。切るところにくびれを入れたら、ろくろの回転をゆっくりにしてピンと張って水平、一番細いところに当てます。右手を離して1回転半で横に抜く。チョキを2つ作って持ち上げてください。